坂本俊敦氏坂本俊敦氏から1941年3月17日は、日本海軍の軍人、政治家、海軍中将十二位、訓移投降三級男爵、貴族院議員、諏訪藩士、法術家の坂本俊信の次男として、江戸藩邸に生まれ、後諏訪軍長、坂本俊秀の養子となる、1879年7月、海軍兵学校を卒業。 同期に、斉藤実、山内万寿おむがいた、1882年9月、海軍少尉、フランス留学、参謀本部海軍部出資、海軍参謀部、第2課研、海外教官、高尾分隊長、不装水雷長、比叡分隊長、何は法術長などを八1893年6月に、海商秘書官として、最後をつぐ大臣に仕えた。その後、 海軍大学校教官係海軍省軍務局第一課課領、日清戦争では、比英副長、後、秋津島に上官して出生した。戦後、吉野副長、軍令部主使、軍務局第一課課領、同局軍事課課領、海外共闘、海外次長、海外校長心得などを歴任し、1902年5月に、海軍少将、日露戦争を前に、 1903年12月に海大は一時休校となる。1904年2月に海大校長から佐世保陳守府参謀長へ転出し、サ島和則司令長官から業務の一切を委ねられて多忙を極めた。日露戦後の1905年11月に海大校長に転任し、1905年11月に海軍中将、県海軍教育本部長、 教育本部長、検証官会議議員を歴任し、1913年5月に予備役編入。1918年10月25日に交尾役となる。1907年9月には男爵位を従爵して家族となる。1917年7月5日、貴族院議員補欠選挙で貴族院男爵議員に選出された。海軍においては主に教育畑を歩み、 教育改革に尽力した。墓所はご国寺。坂本俊敦氏坂本は12年の長きに、渡り海軍大学校教育に携わった。仏国で創設されたフランス海軍大学の調査のためと仏し、帰国後、海儡の改革に取り組む。それまでの商工化を、公衆、仏衆、戦火及び機関化に分割し、段階に応じた教育を施すとともに講座に、 軍政を設けた。軍政教育が始まったのは、鈴木勘太郎らが在籍した、商工下、講師一期からである。また教官に優秀な人材を求め、山本兵衛会長に受信して、秋山正幸少佐を招いたほか、加藤智三郎、島村隼を、山や他人らの教官配置を実現させた。その熱意は、海軍戦略の大家である。 アルフレッドセイヤーハン大佐の昇平を目指したほどであった。1906年7月には海軍大学校教則を定め、翌年には海軍大学条例を改正、公主、乙種、先週、期間、戦火の協定を設けるとともに教育綱領を設けた。こうした海大教育に対する貢献から、坂本は海大の父と呼ばれた、勲章等外国勲章用隠居。 ありがとうございます。